机の上に軽くこう放るぐらいです。でもう一回額の近くに持って行って念じて、で目を閉じても開けてもいいです。念じやすい方でやってください。じゃあ私が1、2の3って言ったら曲がれって言ってスプーンを前に軽くポンと放ってみてください。いきますよ。はい、十分に、あんまり力を入れなくていいですから、額の中心あたりに自分の気持ちを持っていくようにして、柔らかくなっていくスプーンをイメージしながら、いいですか。はい、1、2の3、大きな声で曲がれ。さあどうでしょう、曲がった人いるかな。どうでしょう、さこさんも一緒、ふみさんは一緒ですね、まだ。そうですね、そしたらね、はい、他の方法を取ってみましょうか。もう一回重心のところ、もう一回サイド意識してみてください。で今度はもう本当に普通に持った状態で、そこを親指と人差し指で軽くこすります。でこれがもう本当に真夏のチョコレートのように溶けていくようなイメージを軽く持ってください。実はどん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 このすべすべ感が柔らかくなって溶けていく感覚に変わっていくようにイメージをする。じゃあもう一回ね、元スプーンと比べてみてください。はい、元のスプーンと比べてみてください。どうでしょうか、微妙な変化とかないでしょうか。ないですね。ない、ないです。ない。よりぴったりしているとちょっと よくわからないコメント出ましたけども、あ、ちょっと上がってきたな。ちょっとカメラに見えるようにちょっとやってもいいですか。ちょっと曲がってきましたね、少しだ、少し曲がってきた感じですね。そうですね、あの練り気がだんだん加わってくると徐々にこうガタついて合わなくなってくるんですね。はいはいはい、であの例えば力とかでギュッと曲げるときと、はい、念力で曲げるときの違いっていうのがあって、はい、まあ、あの厳密にやっちゃうとできなくはないんですけど、はい、あの基本的に力で曲げるとストンと、要するにあのそのまま下に曲がるんですが、はい、念力でゆっくり曲げてたときっていうのはです ねじれ、軽くねじれながら曲がっていく、だからあのこう合わせると妙なガタつきになるんですね、まともなスプーンと、はいはい、それが特徴といえば特徴かもしれないです。あとややサイズが伸びたりする時もあるし、伸びるんですか、うん、だからそもそもその組成自体に何か影響を与えてるんだと思うんですけど、はいはいはい、あとこう折れる場合もあるんですね、で折れると折れた場所が同極同士になると結構傾向は自然にやると多いかもしれない。同極同士、要するにあの磁石で測ると NNSS、はい、同極同士になる時が多いようですね。うん、わかりました。ちょっとスプーン曲げ、風味さがちょっとそうですね、少しだけですね、そうですね、まあ、でも、はい、ちょっとね、じゃあもう一旦飽きちゃうとあれだから、そこに放置しておいてください。あの放置してる間に曲がる場合もありますんで、はい、これ不思議なんだけど、あ、そうなんですか、やってチャージしたものが後々少しずつ影響を与える場合もあります。だから後で測るともっと曲がってたりする場合もあります。はあ、チャージされるという表現、はい、へえ、はい、じゃあそれと皆さん一旦置いていただいて、はい、スプーンの代わりにですね、またとんでもないものをちょっとご用意したということで、あの方がついに到着されたようでございます。キックさんです、拍手。まさかの衣装は、今日はあの超能力を先修行しているんで、サイキックというキャラクターで、あ、なるほど、今日来てるんですが、キックならずサイキック、はい、じゃあちょっとキックとしてのネタをやらさせていただいていいですか。間違いないやつお願いします。この間飲んだ OL、 カラオケで言っていたセリフ、今から私が歌う曲練習ね。お前に本番はないぞ。
ちなみにスプーン曲げ以外にも秋元先生なんか人をちょっとパッと動かすこともできるって聞いたんですよ。そうですね、はい、これ飛ばすのはすごいですよ。僕もびっくりしましたから。あ、合宿で実際ご覧になったんですね。いやいや、やらもらったんですよ。じゃあ今日はスレッドさん、ここでもこの広さで危ないってことですか。これで横幅ぐらいかな。え、こんな動くんですか。動きますね。で一旦後ろへ下がってもらうんです。それで途中で最後記念してちょっと出すんですね。そうするとこう体が反応する。ドーンって吹っ飛ぶんですよ。本当にきつ激しい人は飛んじゃう。だから後ろでこう受け止める人が必要なんです。え、そんなにですか。足は肩幅ぐらいに開いていただいて。そうです。でもしひっくり返りそうになったら後ろで受け止めますから、軽くメイドして楽にしてください。で今これ先ほど言った生物体に対しての PK ですね。でまず共鳴するというか同じ波長でこういうふうに引っ張れるように共鳴します。一旦丁寧に、その共鳴するというか相手の波長と自分の波長を鳴らす必要があるんですけれど、で慣れした段階で後ろにこう引っ張るとイメージすると後ろへスーッとこう引っ張られちゃうんです、ね、本人はあんまり感覚ないかもしれませんけど。うわー、すげー。今度は前に押します。彼女に後ろへ引くか前に押すか何にも言わないでやってみましょう。はい、まんまですけども。どういう感覚で押されたり引っ張られたりしたような感じ、何でどういう力って感じですか。なんでしょう、後ろに行っちゃうんですよ、ね、なんかそんな感じだったね。なんか圧がかかってるとかじゃなく、なんか後ろに行っちゃうという。すごい。しかもなんかちょっと今トロンとした状態になってるこれ15分ぐらいずっとやると眠っちゃう場合がありますね。寝てしまうんですか。寝てしまいます。気持ちよくなって寝ちゃいます。先生もなんかそんな感じになってなかったですか。そうです。だから半分寝たぐらいの感じ、自分を持っていかないとやっぱりできないことは事実なんですね。覚醒と睡眠の本当に中間ぐらいギリギリまで持っていくんです。秋山先生は今の状態、僕もトローンとした状態まで持っていって、で下手すると